ゴージャス・ジョージのリングネームで活躍したジョージ・ワグナーは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ネブラスカ州、ボイド軍出身。1940年代から1950年代の、アメリカ、特に西海岸で、凄まじい人気を誇り、初期のテレビ放送も、相まって、ヒールではあったが日本で例えれば、力道山のようなスーパースターであった。テキサス州ヒューストンの貧しい家庭に育ち、 1932年10代でデビュー。身長175センチメートルの小柄な前座選手として各地を回っていたが、妻や仲間のアドバイスで貴族ギミックの尊大なキャラクターに変身し大ブレイクを果たした。トレードマークはスパンコールのついた派手なロングガウンにブロンドの髪。マイクアピールも得意とした。日本と同じく アメリカでもテレビ黎明期のキラーコンテンツは、プロレス中継であり、わかりやすい悪役のジョージの試合には、全米の人々が熱狂し、会場を毎回満員にした。もっとも、ニューヨークを中心とする、東海岸ではジョージより、アントニオロッカが、一般的なスターであった。1950年代のプロレスブームの終焉とともに、ジョージの人気も陰りが差し、巨万の富盛り込んで失いさらには、 アルコール使用障害に陥った。1962年11月7日、ロサンゼルスで行われたザ・デストロイヤーとの髪とマスクをかけた試合で敗れて、自慢の髪を坊主にされ、そのままリングを降りた。それからわずか1年後の1963年12月26日、心臓発作により48歳で死去。彼の死後、ジョージの弟や息子、親を名乗る選手が、 各地に現れたが、もちろん誰一人として、本物ではなく、本人のような名声を得ることもできなかった。そのうちの一人が九百六十九年に、ゴージャス・ジョージ・ジュニアというリングネームで来日し、国際プロレスでコミカルなファイトを見せている。彼のスタイルは、フレッド・ブラッシー、バディ・ロジャース、ジェリー・グラハム、エディ・グラハム、ジャッキー・ファーゴ、レイ・スティーブンズ、ニック・ボック・ウィンクル、 パッド・パターソン、バディ・コルトなど多くの選手に強い影響を与え、さらに彼らを通してディック・フレアーなどに継承されている。モハメド・アリもジョージの大ファンであり、間接的ではあるがブラッシーなどからマイクパフォーマンスなどを学んだ。テレビで見ていたジョージのプロレス的パフォーマンスをボクシングに持ち込もうと考えたとされる。また、 ジェームス・ブラウンも彼のアクションを参考にしたパフォーマンスを行っていた。2010年、WWE 殿堂に迎えられた。検証セレモニーには、夫人のベティワグナーが出席。インダクターは彼の最後の対戦相手であったディック・ザ・デストロイヤー、ベイヤーが担当した。ジョージの最大の見せ場でもある入場シーン。入場曲を使った最初の選手と言われる。 イフウドードは後にランディ・サベージも入場曲として愛用した。なお、ランディ・サベージは1990年代末に WCW にてガールフレンドのステファニー・ベラーズをゴージャス・ジョージと名付けて女性マネージャーに従えていたが、もともとはサベージの実定のラニー・ポッフォがゴージャス・ジョージを名乗る予定だった。ありがとうございます。